さあ、純之助とチャンネル始まります。今日は、新横でね、軽くちょっと滑って、その後に、近くにね、美味しいスイーツ屋さんがあるんで、そこを攻めたいと思います。ありがとう。ああ、どうも。またやりましょう。またやりましょう、ジュン。着いたね。もう歩いて2、3分だよね。そうだね。以前にね、何回か来たことあって、確か子供もダメなんだよね。そう、子供ダメ。だから、小学生未満だよ。小学生未満ダメなのか。まあ、そんなね、大人向けなお店なんだけど、めちゃくちゃ美味しいパンケーキあるから攻めちゃう。そこは前もって言っておきたいのが、さっき言ったように小学生以下がね、入店禁止ということで、中でね、いろいろうめーとかさ言いたいんだけど、なかなかそういうことは言えないと思うんで、まあ食べるときは静かにね、ちょっと食べなきゃいけないと思うんで、行ってみたいと思います。今ね、パンケーキクリーム添え頼んだんだけど、30分かかるみたいなので、ちょっと携帯でもいじってみようと思います。ボディかっこいい、ボディかっこいい。はい、うますぎ。はい、うますぎ。はい、うますぎ。めちゃくちゃかっこいい。待ち遠しい。まずね、コーヒーだけしたから、ちょっと見てください。コーヒーの氷なんですね。コーヒーがね、薄まらない。
肉もうまそうだよね、ほんとね、まあ、あったかいバターね、これね、白く、そして、with 生クリーム、ベリー尽くしね、やっぱさ、このコンビだよね。の中にさ、氷が入っててさ、抜かりないよね。しっかりコーヒーの氷ね、コップに入ってた氷と同様のコーヒーで作った氷が入ってる。いいな、いいな。生クリームとコーヒーめちゃくちゃ。こっちだとこれ食事と一緒だとこっちなんでね、うん、これパンケーキ単品だと880円。これだ、あれだ、880円、安くない？安くない？何よりもこだわりを感じるよねまずあのコーヒーがシェイカーで出てくる、うん、あのコーヒー、アイスコーヒーの氷がコーヒーの氷ね。でやっぱパンケーキもあの形、焼き具合、あとあの生クリームの手作りのさ加減とかさ、全部にこだわり感じるよね、入れ物、うん、器とか。このご時世でも人入ってたね。入ってたね、うん、すごいね。やっぱ平均年齢も高かったよね。確かにマダムとかみたいな人たちだったね。いやうまかったね。美味しかった。いい一日でした。それでは皆さんまた。